豊岡栄子は、日本の元自転車競技選手、女子競輪選手、日本競輪学校第114期生、日本競輪選手会大阪支部所属。ホームバンクは、岸和田競輪場。師匠は、渡辺康夫。大阪府水田市出身。水田市立、山田あずま中学校、追手門学院高等学校を経て、神戸松陰女子学院大学を中退し、 大阪体育大学に再入学。チームパナソニックレディスに所属。大学時代はトライアスロンの選手だったが、後に自転車競技に転校。全日本シクロクロス選手権大会において2005年から2011年まで7連覇を達成。この他、ロードレースでは2007年の全日本選手権、個人ロード2位、2008年の同大会。 個人タイムトライアル3位の実績があるほか、2007年のミカサグバイツールド、東北では総合優勝を果たしている。また、トラックレースの全日本選手権では、2009年に 3km 個人追い抜きと、ポイントレースでいずれも3位に入った。全日本シクロクロス選手権大会を8回優勝の実績を持つ。アマチュアを引退後、プロの競輪選手へ転向すべく。 競輪学校第112期生の入学試験を受験するも不合格となる。翌年の第114期生入学試験に合格し、2018年7月、地元、岸和田競輪場で競輪選手デビュー。2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、シクロクロス全日本選手権4位優勝は、 宮内咲子2014年シクロクロス全日本選手権優勝2015年シクロクロス全日本選手権5優勝は坂口清志港2017年競輪学校第114回生と一般入学試験に合格同行入学2018年3月競輪学校卒業5月1日に選手登録され7月14日に岸和田競輪場でデビュー 7月31日、高松競輪場での第5レースで初勝利を挙げる。2020年10月3日、無効長イで初優勝。ありがとうございます。